魔術を教えろだと。はい。どうしてまた。デモンベインの起動には魔導書が必要とおっしゃっていましたね。ならば私にも魔術の知識が必要だと、そう考えました。ルリー、よからぬことを考えてないだろうな。私は魔術師ではない。魔術は教えられんよ。魔術を知らずに魔術理論を応用したロボットを作れると。理論と実践は別だ。そもそもあれは私一人の理論ではない。正直ブラックボックスが多いのだよ。その理論だけでも構いません。教えてください。ダメだ。なぜ。魔術の根本は外道の知識。人がおいそれと踏み入って良い領域ではない。軽い気持ちで魔術を知りたいのではありません。私は私がなすべきことを成したいだけです。ならばなおのことだな。お前が真剣であるほど、正しくあろうとするほど、魔術の暗黒に耐えられなくなる。おじい様、私は一人知っておるよ。外道の知識に耐えられなかった輩を。そいつは尻尾を巻いて逃げ出したが、もし逃げられぬのであればどうなっただろうな。ルリ、お前に魔術の知識は危険すぎる。で納得する私でもなかったのですけどね。
一体。今夜一人ぼっち来い、今夜僕がいなくて寂しくない来い、別れたことを後悔している来い。ウエスト、君のハートは悲しみでいっぱいじゃないかい、もう一度君の元へ戻っていいかい、ねえ教えてくれ、今夜一人ぼっちかい。うるさい、黙れ。うわもう我が輩は歌い続ける、この熱い甘い君に届けた。届けずともよい、そんな気色悪いもの。それよりもなれ、医務室でくたばっていたのではないのか。うん、甘く見るなである。あの程度でこの神に選ばれた天才たる我が輩をどうにかできるものか。それで、こんなところで何をしておる。見ての通りであるよ、ほれ。なかなかに優れた修理システムではあるが、作業効率がいまいちだったからな。我が輩がちょちょーいと改良してやったのよ。よくそんな勝手な真似ができたな。仮にもなればブラックロッジの信徒、波動の連中が見逃すはずはないと思うが。ああ、そのことなら俺。ウエスト、なれ、何を企んでおる。企む、何のことであるか。崩壊するな。わらわとなれば敵同士。まずわらわに手を貸す。ふん。我が輩がアンチクロスに歯向かって追われる羽目になったのは
エルザから聞いておるな。うむ。つまりであるな、我が輩にとってもアンチクロスの連中は憎むべき恩敵。そこで貴様たちと共同戦線を張ろうと、そういうわけである。今のところ我々の目的は同じなのであるからな。ナレが連中のスパイではないという保証は。クラッシュとボーナイテッフリーデー You love your smell in the extreme。 すまぬ、疑った我らが愚かだ。それに言った、我が輩の頭脳と技術は貴様にとって決して損になるものではないと思うな。見よ、波動財閥の凡人どもにこれほどまで機能美を発揮することができるであるか。いいな、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 いなである。これぞ、これこそが天才の技。あ、我が輩の才能が恐ろしい。彼の言うこと一理ある。波動の連中に口添えぐらいはしてやろうじゃないか。の、おいおいである。貴様どこに行くであるんだ。デモンベインはもう少しで治るだろう。ならば決まっている。忌々しい邪神ごと奴らを。何なのですか、これは。ドクターウエスト、あなたこんなところで一体何を。ジュッキー、あなたも何を遊んでいるのです。人のことジロジロと。そういう慣れこそ。なんだその格好は。私は、ですから私は。
何事？キャーロボ！何が起こってる？結界機の出力を上げてください。それでとりあえず基地は守れます。ですがエンチャントを使用された場合は避難シェルターの 8% の被害が及ぶと予測されます。しかも連続で使われたりしたら所詮キャツラは戦士の器にあります。戦士が異能だとしたらそれは再び相まみえたようなものが選手ヴィンフィールド。まさかこの程度の攻撃でやられてしまうお主には。
バカな。皆の者見ろ、外を見てみろ、面白いものが見れるぞ。そんなの無茶すぎますですよ。だからやめて。もう千秋さん、なんでその場にいながら止めなかったんですか。この役立たず、無能、ごくつぶし、メガネ、エセ関西弁。敵に捕捉されました。攻撃きます。瑠璃お嬢様、今ならばまだ引き返せます。どうか短絡的な行動はお控えに。もう黙りなさい。私は引きませんわよ。敵。どう考えても無理があります。いいですか、大十字様の行った戦闘データから類推しますに。無理ではありません。私だって一通りの理屈は理解しています。だから決して不可能ではないはず。大順次さんだってぶつけ本番だったではないですか。仕方があるまい。緊急事態だ。何時らにも妥協してもらう。アル様、黙って見ていなさい。私だって戦えるのです。私がデモンベインで戦います。誰が代わりに戦うだと。そうです、魔導書アルアギュ、私はあなたの主として認めてください。うつけ、そう簡単に実者になれるのなら最初から苦労しておらぬ。そもそもなれには魔術の才はないだろう。正式に魔術を学んだことはありませんが、多少の知識なら。本気で言っておるのか。大十字さんだってもともとは魔術師見習いに過ぎなかったのでしょ。だったら私だって
舐めるな小娘。何を。今までの苦労の戦いを見ていながら、それでもまだそんなざれ言を吐くか。身の程知らずめ。だってそんなことだから、なれは足手まといにしかならんのだ。不愉快だ、消えろ。私の力は大宗司さんに遠く及ばないでしょう。ですが、だからといってこのまま黙ってはいられません。それにこれ以外に償う方法が思いつきませんから。誕生数は。え？人の数には運命が宿る。魔術において重要な要素の一つだ。誕生日を教えろ。ナレの数を預かる。ではナレには遥かに微弱だが、クロウと同じ匂いがある。長くクロウと関わったのが理由か、それは分からぬが、確かに実者がいないよりは幾分マシだ。猫の手でもないよりは良い。ある。確かにマギウススタイルになれば、ナレの魔力を底上げすることができる。だが正式な魔術を学ばないナレに、わらわの力と知識は重い。肉体に、精神に、霊体に多大な負荷をかける。だがわらわの知ったことではない。ナレが選択した結果だ。はい、覚悟していますわ。脳が術式に焼けただれようと、全身の血管が破裂しようと、わらわは引かぬ。術者だのと主だのとうぬぼれるな。ナレは単なる部品、ひどく性能の悪いデモンベインのパーツに過ぎぬ。分かっています。その機械な格好はやめろ。こっちが恥ずかしい。そいつはバルザイの演説とか。そのくらいは持っていても構わぬ。それと術式儀礼を施した銃弾をよこせ。それはクトグアとイタカの弾丸に代用できる。はい。ドクターウエスト、デモンベインで出撃する。ナレが準備をしろ。数展開カタパルトは壊れているぞ。どうする。回収工用の昇降機から外に出ましょう。デモンベインをレッカーに。格納庫からは9番線が一番近いはずですわ。うん、了解したのである。エルザ、手伝え。ライチェロボ、